物語の頂上決戦でもあり、そして最終決戦でもある日本シリーズの初戦から苦戦させられ、最終的にはサヨナラ勝ちで2対1で勝利ということになりましたけども、ただ思いもよらぬ苦戦があったのは事実。2戦目はそんなことないようにあっさりと勝つ。相手先発がエスピナルという、まあ大したことない助っ人ですね。そして打線もなんか状態悪い選手もいたりしますし、一番注意な村上宗隆に関しては状態普通であれば非常に戦いやすい一日かなと思います。こちらの先発朗希でもいいんだけども、ただダルビッシュも投げれそう。物語を通じてこれだけの数字を残していることは素晴らしい、間違いなく頼もしい。ただ能力衰えとんのよ。球速は3キロ、スタミナも2落ちて、変化量とか落ちてはいないんですけど、間違いなく開始時点と比べて弱くなっていて、まあそれでも信頼と安心があって、2つ名前に負けないエースとついてる通り、今シーズンチームを勝利に導いてくれたこのダルビッシュを先発で、もしも何かやばくなったら朗希をリリーバーで使うという選択肢もうちは残されてますから、今日は状態いいタッチャンとか近藤とか出塁能力高めの2人がいるんで、チャンスはたくさん作れる。まあそれは前日も同じやったね。でそこのチャンスから俺が得点取れなかったから延長までもつれた末に最終的に勝てたのは良かったんだけど、普通にやっときゃ普通に勝ててますよ。普通じゃないやつが操作してるから普通に勝てなかった。今日も同じようなこと繰り返さないようにね、普通にやれば普通に勝てるんだから普通になりましょう。俺自身もね、普通にやることがベストであって、チャンス自体幾度となく来ますから、そこから得点取れんのか。守ることに関してはダルビッシュがやってくれると思うし、ダルビッシュがダメそうならすぐスパッと変えて他のリリーバー、いろんな選択肢があるんでね、戦力的にはこっちの方が圧倒的に整っている。負けることなんて許されないし、当然延長までもつれることだって許されないこと、簡単に勝つことをテーマに2戦目はこれからやっていこうと思いますわ。いきなりピンチ作るんだ。先頭バッターにヒット浴びて、その後盗塁を決められてノーアウトランナー2塁ですね。あまりにも早すぎるピンチであって、でもそこからやらなければいいだけの話であって、やらないようにしていきましょう。武器のスライダーでまずは一つのアウトを奪うことができて、この後オスナ見た感じ状態悪かったんだね。ここはたやすく簡単によし。んで、この後の村上がちょっと厄介な選手で、この場面無理から勝負しなくていいんじゃないかな。一戦目も敬遠で逃げたりしましたし、この後のバッターが弱いということを考えたら勝負しなくていいんですよ。一塁を埋めて、で、この後太田ですよ。こんな太田ですよ。こんな太田がいて村上と勝負するギリ意味ないでしょ。だからこいつと勝負した上に勝つのはこっち。見てて、一応外野前進だけしておいて、オーバーはない。盗塁に関しても、まあ村上足が速いのでね、無警戒だと決めてくるんだろうけど、またクイック G 持ちなんで簡単に決められるわな、ダルビッシュ。そこも気にしない。どうでもいい。こいつを抑えたらいい。完璧。ほらね。ということで、村上は無理から勝負しなくていいです。それはランナーがいない場面に関しても。だってこいつがいるんだからね。この後になんかサンタナあたりがいるんだったら話は別ですけど、いないんだから。じゃあこいつと勝負したらええやんっていう話になっていて、最後までそれをやっていこうと思います。こちらも、チャンスを作ることはできずか、初回からそれを期待して得点を取りたかったんですけどね。気持ちとは裏腹に取れず、以降ダルビッシュピンチを作ることなくよろしくね。ナイス。おさ、あ、そうでもない。トゥーアウトからの出塁でピンチを作って、トゥーアウトランナー、二塁で中村を迎えたところ、外野前進にしておいて、で、やらないように。は？外野前進が、あだになったって感じですね。定位置なら取れているところですよ。中村のスリーベースヒット。わ切り替えて、1点だった、やっただけ。やっただけ、1点やっただけ。すごい動揺してますけどね。神々ですけどね。でも1点やっただけなんで、その1点で負けたことないんで。大丈夫、大丈夫。この後取れるチャンスはきっと作ってくれるし、勝手にやってくれるのがベストですね。そうやって。まあ、打たれたくはなかったですけどね。本年、中村なんかに。で、外野前進しておくんじゃなかったという後悔もありますけど、まあ、いいや。この後、チャンスを。作れないのまだ作れないの。あ、そう。じゃあこの後あるんでしょ、きっとね。ダルビッシュ、まだ抑えてくる。は？何しとんのお前、さっきからずっとピンチ作っとるけど。最後の最後の先輩ダルビッシュになってくれるということでしょうか。リアルな WBC でも足引っ張りまくっとったもんな。過去の大会でもそうやったもんな。最後の最後の瞬間お前が打たれて負ける、ある意味予想してた部分なんですけど、シリーズを始めた時点からどっかあったんですよ。不安として、このダルビッシュのせいで負ける時がいつか来るんじゃないか。今まさに来てない。こんな投手を起用する意味ありますか。変えた方がいいんじゃない。能力の衰えとかも全面的に出てるような気がするしな。それでもこのバッターは対策抑えられますよ。でもそれ以外のバッターに打たれてピンチ作るな言うとんのを作っとるからね。3イニング連続で捕まりまくっとる。いや、これ変えるのも本当視野入ってますよ。4回のマウンド任せる理由ないかな。まあ、とりあえずこの回はこのまま抑えていきますけども。いや、避けないで。太田くんのように振ってきて。スプリット。はい、三振で。やれば抑えれるんですけどね。任せれば打たれとんねん。信頼と安心がないな、この男にはね。まあ、いつもこの1点で負けることはないからいいんだけども。早くチャンス作れよ。ようやく来たチャンスはワンアウトランナー二塁で、状態のいいタッチャーのとこ。まあ、とりあえず返そうか。足の速い源田が二塁にいるのであればできる話やな。雑に凡退なのか。なんか前日からこういうのが目立つんよね。普通にやれば打ててるとこなんか打てない。なんでだろう、わかんない。まあいいや、大谷翔平がいるんでね、一発で。ああ、これはこれはこれは、ああ、内野安打いただきました。
打ち損じではあるけどもね、とりあえずどんな形でもいい試合を振り出しにすることが大切だった。これもあれもね、大谷翔平のパワーを警戒してそういうシフトになっていたから内野安打になった。普通のバッターが打ち損じてもこういう結果はなかった話。試合は振り出しにしたその4イニング連続のピンチ。もうええわ、変われ、おっさん。やめとけ。出んな、これ以上ね。お前はこれからの侍ジャパンに必要がない。今大会だっていなくてよかった、なんていう感想を今だけ思ってしまうね。こんだけピンチを作ると。宮城で、おっさんの尻拭いをしていきましょう、若者でな。悲しい絵面。わお。わおわおわお。危なかったね。うん。まあ、大丈夫。もう撃たれない。よし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 、いいぞいいぞいいぞ。まあインコースヒッター持ちなんでね、インコースで勝負するんだったらボール球かな。このスラブを振らせるという感じだったんですけど、それに反応がなかったんでアウトコースの直球ズバッと三振。イエーイ、おっさんの尻拭いをする若者ってすんごい惨めであってはいけない光景ですよね。でもあったんでも大丈夫、この後抑えるから。その若者でなんか打つこともしていくから、こっからですよ試合はね。なんか思いのかピンチは多いですけど、こっからチャンスの数も、岡本のホームランで勝ち越し成功からのからのないんか、チャンスもっとくれよ。なんか少ないぞ印象としてはね。でも勝ち越したのは事実。宮城5回のマウンドも引き続き行ってもらいましょう。うん、で抑えてくれてますしね、さすが宮城だ。信頼と安心があってようやく来たチャンスも2アウト2塁。まあでも取れる状況ではありますよ、バッター吉田なんで。ランナーもヌートバーですしね、これはワンヒットで帰ってこれる。得点というのはいくらでもあった方がいいので、3点目はここでもぎ取っていくつもり満々。絶対取ろう絶対取ろう。あった方がいい、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 うん、本当にあった方がいいから、あった方がいいとしか言えないんだよね。うわあ、あれをね流しきれないんだよな、差し込まれてる。うん、うまく打ったぞここは。詰まり気味。なんか今日はそういうの多いですけど、これもあれも技術があって力もあるから最低限そこまで飛ばせるんだよね。まだ来いまだ来い。あー繋がらないか。で宮城はまだ抑えてくれてますね。あれから3イニングまたいで抑えてくれました。ナイス。んー、でも2点差か。回はあとは3イニング。もうこれ以上宮城を引っ張る理由はない。ここまでの好投で十分だよ。とりあえず栗林かな。任してみようと思います。前日使ってるんでちょっと体力減ってますけど、まあそれも問題がないはずなので、抑えてくれましたね。ナイス。源田から始まるところ、この後源田が出塁するのであれば中村に対する代打等を考えてますけど、ナイス。ここも中村代打ですね。で、誰を送るか。こちらにも村上がいるんで、スタメンで使うことはめっきりなくなったけど、今日の状態の良さ考えたらここで起用し、それがもしかしたら大当たりになるかもしれない。お前に任せ、そのお前が何をしてくれるんだ。アウト。ゲツー、ゲツー打ちましたね、こいつ。いや、ヌートバー、あ、ヌートバーヒット。あーいで、大谷ヒット。わー、村上がいなければ、これランナー帰っていたし、もっと大きなチャンスで回ってきていて、アウトカウントも減っていたと思うんですけどね。あいつがいるから、そんなあいつはもう起用しない。決めた。絶対間違いない。代打ですら今後起用しないです。そもそも1軍に置かない。この後2軍に落とそうと思います。まあ、その前に吉田の打席集中してね。ここも、うわ、ん、得点を取ることができた。まあ、ある意味いいですよね。あそこで村上を起用し、で、こういうアウトになって最終的にチャンス作って得点取れたっていうのは。村上を使わなくていいという選択肢が俺の中で生まれた。やっぱどこか最後まで村上を信じたい気持ちがあったんですよ。でももう見切りはつきました。あんな男使えるか、使いたくないっていうのが本音。たとえ使えるシチュエーションが来たとしても。やっぱ侍ジャパンにあの男は必要なかったんだという結論が出た以上は、これ以上あの必要のない男の話はなしだよし。だまだチャンスは継続していて、取れるぞ取れるぞ、いや取らなきゃだぞ。5点取ったら6点、6点取ったら7点、それを取るのがプロ野球選手としての義務で使命で、それを果たせないのであればもう消えろ、なくなれ、いなくなれっていうね。まあ、結構該当する球団多いですけどね。結構というかほぼあの球団しか該当しないですけど、得点取れない。5点取ることなんてあんのか。10試合に1回あればいいって感じじゃない。うちはそれを日常としてるんで、今日もこのまま日常通りに。あー取りたかった。まだ取れる、まだ取らなきゃ。よっしゃー、でもちょっと違うな、センターと、サンタのセンター。まあいいか、うちにとってありがたいことには違いはないので、ここでピッチャーはヒロト、状態が悪いヒロトが出てくる理由はないけどな、キャッチャーは甲斐に変わって、また守備固め等も送られているので、このまま逃げ切り体制には入ろうと思う。が、ヒロトがいきなりフォアボールを与えてくれました。状態が悪いから出てこなくていいと思ったんですけどね、戸郷でよかったの始まりから。その戸郷も連続でフォアボールを与えて、点差広がってる中のこのピンチ、いや何も起こさせないですよね。ここで太田なんで、ただとアタックポイントなんで、これクリアされると相手の能力が不自然に上がるというね。おかしいだろお前、こんな点差でこの場面打つだけで。得点入らなければ大丈夫ですからね、与えないようにしていきましょう。ゲッツーシフトで、よし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 、サード踏んで、サード踏んで、ファーストも
あーとはいかなかった。まあ今セカンド、いやない月はないな、あの時点でね。サンタナを迎え状態悪いのにセンターで起用してるっていうね。そのサンタナを初球で仕留めることができたのはありがたいゴートでございますね。このピンチから簡単に2アウトを奪って、あと1つノリチカ青木、いやベテランの意地的なものを見せてくる可能性もあるから、そうでもなかった。おっさんを固執してる球団だから打ち合いで負けんね。てかそんなおっさんだらけでよくセリーグを制せれたらっていうのは、そのセリーグは弱いリーグだからね。弱いチームを集めた、だからおっさんを起用しても勝ててたいんや。打ち合いにおっさん使ってたら負けるよ。うちのおっさんに関しても早急に変えたしね。あの選択は間違いじゃなかった。最後9回を抑えるだけの簡単な話、セーブシチュエーションではないんですけど、状態のいい湯浅を出して確実に抑えていきましょう。3つのアウトを奪って終えることはできるか。ん、あ、はっ、何それ。この後なんだ、1塁3塁、え、この点差でこのピンチ作る必要ありますか。全くないよね。ないんだけど、ほんまたアタックポイントやからね。これクリアしてたら能力上がるからね。最終回で何か起こるかもしれない。まず1つのアウト優先的に、もういてはしゃあないです。相手の能力が上がろうが仕方がない。うん、これ以上繋がれないことですね。絶対に絶対に絶対に、よし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 。もちろんやらないことは理想なんだけど。三振、イエーイ、計算通りですね。あのカウントからあのフォークを投げておけば基本的に抑えられる。うまく投げれたらの話、そこに至るまで打たれたらしか。は、まあ、日本人の手の短さ考えたら、あそこって一番手届かないとこじゃん。助っ人選手だったらわかるよ。大谷翔平ばりのフィジカルしてるんだったらわかるよ。誰やねんお前、浜田ってさ。いや、すごい才能やね。こんな選手がいるんだ、ヤクルト。じゃあなんでリアルあんな弱いの、意味がわかんないですけどね。で、伊手さんもありました。繋がれて、同点に追いつかれ、逆転されるのであればまずいです。引き続き、岩さん抑えてもらいましょう。ピンチを作るか、大人。は？ん？ん？ん？あ、終わりました。びっくりした。まあ、なんかホームランの映像が流れてたんでね、また打たれたんかと思ったんですけど、その後のバターはしっかりと抑えてくれて5対4で、なんか最後までありましたけどね、いきなりダルビッシュが打たれたりとか、最終的に勝ったけど勝ったとは言い切れないというか、なんかすごく負けた気分。いやでも勝った、数字としても勝ってる、スコアとしても勝ってる。じゃあいいんじゃない、気持ちな勝利とかいらへんから。終わった時にどっちが勝っているのかスコア上で、俺たちが勝った最後何かあったけどね、心情的には負けなのかもしれないですけど、いやいやそんなん関係あらへん。勝ったという結果事実が必要で、勝った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 。改めて見ても納得のできないホームランですけどね。完璧な湯浅を使って完璧に投げた1球、アウトコースいっぱいいっぱい、初球ですからね。インコースならまだしも、アウトコースを打たれるっていうのは、なんかパワフルだから、それ以上それ以下でもないんですよね。もう相手の選手が浜田だから、ヤクルトの選手だからとか関係ない、ないのパワフルだから打てたホームランだから、こういうこと考えると必要のない得点なんてないんです。全部必要なんです。どの点差からどんな形で取る得点も、それが詰まったヒットだろうがゴロの間の1点だろうがな、最終的にあってよかったと思うことがあるのが野球というスポーツ。まさに今日だってそうだった。試合途中に出てきた村上ですよね。やっぱ併殺記録してますわ、7回ですよ。得点がまだまだ必要な状況、イケイケゴーゴーで源田が出塁した。その流れでは代打を思い切ってお前送ってみた、状態の差もあったし、併殺とかも持ってないから、まず併殺はないだろうと思ってたら併殺かましやがった。一番やってはいけないこと、出してはいけない結果、それ以外だったら仕方がない。また次もお前を使うっていう選択肢は俺の中でどこかにあったはず。でもこれをきっちりやってくれたかさ、やってはいけないマイナス100点を出してくれたから、二度と永遠にお前という姿を見ない。もうこの後絶対に軍に送ろうと思います。あとはダルビッシュに関してもそうですよ。悪い予感というものが的中してピンチ作りまくり。これ変えてなきゃ1点じゃ済んでないですよ。もっともっと与えていて、この1点だと俺が抑えたから1点で済んだだけであって、選手に任しておけばもっともっとひどい目にあってた。さっきも言ったが、シリーズ当初から不安があったんですよね。リアルな WBC で打たれている、そして過去の WBC でも打たれている、とにかく国際大会や短期決戦で弱いイメージしかなかったダルビッシュだからこそその不安があって、でもその不安が爆発的中することはシーズン中はなかった。しかし今ここにはあって、そのダルビッシュに関しても正直この後起用しようとは思わないかな。一応ベンチには残しておくんだけども、これを使わざるを得ない時はきっとかなり追い詰められた時だと思ってください。そんなことないですよ。とりあえず村上に関してはもうお疲れ様です。この物語、お前の力を借りることは100ない、あってはいけない、いない方がいい、いてくれるな、邪魔だ、消え失せろ。こんな言葉をね、まだまだ若い村上、成長過程の村上を送りたくはないが、この物語においては負けたらダメ、前線全勝を目指してる、その過程の中お前いらん。これで一つ枠が空いて投手を上げるという選択肢が生まれてきたので、まあ一応伊藤かな。正直能力的にあまり使いたくないというか信頼はないですけども、ただまあ投手っていうのは何人いても困るポジションではないので、一応入れておきましょう。高橋奎二という選択肢もあるけど、能力的に信頼はないのでこいつは2軍で、個人的に松井裕樹はスランプから治ってくれたらいいんですけど、それも治る気配がないからな。この後移動日が続くとこだから、そこで治ってくれたらいいんだけど、どうやら何か動きはあるか、成長報告で
シュートの補給能力が上がるだけであってスランプは治らず、ここから戦いの舞台は変わって相手の本拠地での第3戦4戦5戦と続いていくわ。2戦を終えて全部1点差っていうね、ギリギリのところを制してなんとか来れている。特に2戦目に関してはより危なかったわけですから、ほんと勝ててよかったとホッとしていて、そのホッとする気持ちのままに行ってまたホッとするようなことあんのかな。いや、いらない、ホッとっていう感情を一番持ってはいけないの。これだけの戦力がいるんだ、勝つのが当たり前。そこに苦しさとか怒りとか嘆きとか、もうそんな感情はよしとしようや。簡単に勝てる世界をこれからも作りたいなと思っていて、次回第3戦目の模様をお届けしていきます。終わりは近いですが、いい終わり方を目指しているので、その終わり方に注目して次回も見てね。